どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク。皆様、この前衛の SSR3 人、覚えていますでしょうか。東京グールリ、インボーク、サービス開始当初に実装されていた、最初の SSR3 人ですね。最初の、本当に正真正銘、最初のガシャで出る SSR が、この3人です。まずヤモリさんですね。ブレイカーだったような気がします。でこいつがアタッカーだったのかな。アヤトもアタッカーだったのかな。まあこいつは覚醒キャラで、まあ初期の覚醒キャラがこいつしかいなかったらこいつめちゃくちゃ強かったんですけど、やっぱりリニューアル前は、ブレイクゲージを削るっていうことが本当に大切だったので、ブレイカーのヤモリさんを僕は重宝して使っていたような気がしますね。でまあとりあえずこの3人をですね、まあどっかのタイミングで使いたいぞということで今回やっていくんですが、さすがにこの3人だけだと今から駆逐敗戦をやるんですけども、まあ最後まで生き延びることは多分不可能だと思うんで、2周年の金木と、サポート最強クラスのオークションムツキですね、これで、この2人ですね、守って、まあどっかのタイミングあわよくば麻痺もさせられたらなと思います。こいつは3ターンの麻痺と流血不要ですね。では行きましょう。ようやくこの3人を使うタイミングが来ましたね。1年前も使ってたのかな。多分ね、リニューアルしてからはもう一回も使ってなかったと思います。とりあえず金木を打ちますか。かっこいい。このタイプの、このなんて言うんだろう、ルート A タイプの金木来てほしかったですね、フェス限で。で、ヤモリも打ちます。ヤモリのカグネはあれかな、一回なんか修正が入ったのかな、初めてじゃなかったか、修正が入るタイプって。やべ。アプリが下に行っちゃうんだが。じゃあとりあえず2周年カネキで相手の攻撃力をこのターン中に下げること確定なんで、まあ適当に攻撃していきますか。まあインボケ、今までちょっとなんて言うんだろう、こう誰かにこうゲージをこう試さすためみたいな立ち回りしたけど、もうバーって攻撃していくわ。久しくこういう適当なタップをやってなかった。かっこいい。ヤモリのね、リニューアル前のスキルは、どこ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 って歩いていって言ったやつだっけ。なんかね、ちょっとシュールなんだよね。あ、やべ。必殺技のムービー。まあ、俺、トーカのやつ好きだったんだけど、確かトーカだったよな。変われ。で、覚醒させて、で、こいつで相手の攻撃力を下げます。僕だ。でアヤトは自分の攻撃力じゃ防御力がね、あの覚醒後上がるんですよね、スキルを打つと。なんでこのワンターン目中にムツキを出して、防御力上がってないヤモリとカネキにも防御力をつけてあげるためにムツキでスキルを打ちますね。懐かしいなこの3人。最初ね、運よくコンプリートできたんですよね、最初の方のガシャで。やるよ。まあリニューアルしてからさ、この6人チームになったけど、まあ正直、6人も使うタイミングがないっていうかさ、シフトがやっぱ3だから、まあ、倒れちゃって後ろのやつと交代っていうのはあるのかもしれないけどさ、まあ、なかなかね。さて、ここでブレイクゲージ、武器耐久値ゲージ削り切ることができなかったんだが、大丈夫かな。 0.7 ダメージ、まあ攻撃力下げてるし防御力上げてるからまあ大丈夫だと思うけど、ブレイクされるのが怖い。武器耐久値をマイナス10するとかってきたら確実にブレイクされるから。っていうかこの真ん中の SSR カネキ君は結構武器耐久値あるね。かっこいい。あやとは
すげえ東京グールの中ではかっこいいキャラクターなんだけど、まあ、何かとネタにされるよね。そういうポジションなのかもしれんけど、ゲームでもなんかそこそこネタにされて、すごいかっこいいキャラだと思うんだけどな。さて、なんとか3ターン目もしのいだが、防御力、おっと、アヤトのあれが溶けたね、カグネが。武器対決全回復。あいつ、麻痺向こうついてんのか。じゃあ、古田連れてきても意味ないな。アヤトをとりあえず覚醒させるか。んで、スキル打ちたいな、アヤトの。とりあえずこのターンはまだいい。まだ攻撃力下がってるよね。オッケー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 。下がってる、下がってない。待って、誰が死んだ。うわ、プレミアムの金切れ。お息になられたんだが、これは誤算だな。切れてたか。これは誤算なんだが。僕だ。そうだな。まあ攻撃力下げたから多分耐えれるとは思うけど、最後に一発でかいのが来るかもね。なんだっけ、有馬とかが最後鳴る神打つやつとかいたよ、確か。あのスペシャルさんの有馬の前に一回駆逐かなんかで来たのかな。その時最後一発前衛にドカーンって前衛が吹っ飛ぶみたいな攻撃が確かあったような気がするんだけど、僕だ。結局インボケでもあの最終回まで行かなかったですね。行くかなと思ったんだけどな。最終回の金木出るとこまではまあ行って終わるのかなと思ってたんだけど、その前で止まっちゃったな。いやー、真ん中の金木飛んじゃったの惜しいな。最後あの3人並べてやっときたかったんだけど。はい、ということで、今回は初期 SSR、実装当時の SSR、 リリース開始日、開始初期ですね、実装された SSR3 人を使って、駆逐やってみました。まあ、なかなか懐かしい気持ちにはなれたんですけど、どうなんでしょうね。今占領戦23回やってますけど、プレイアブルキャラクターは登場せずに、占領戦のイベント報酬として、派遣のおっかいがですね実装されています。このまま竜編、まあおっかい登場したっていうと、まあ、まだ竜のちょっと手前だけど、竜編をやって、最終回まで持っていくのは、まあなかなかあと1ヶ月半もないぐらいかな、では厳しいんじゃないかなと思います。はい、ということで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。